おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は本当にあった演奏中恐怖体験について話していきたいなと思います。する。私は今までたくさんのコンクールとか人前で演奏してきたんですけども、本当にあった最悪なハプニングを今日は話していこうと思いまっちょ。ではまず話していこうと思います。本当にいた伝説の練習をしているピアニスト、フォルテ。中学生の時のコンクールのお話です。私は中学生の時、柔道部に入っていました。全国大会に出場するほど本気で柔道に励んでおりました。毎日毎朝、そして放課後、学校でのトレーニング、本当に柔道に明け暮れてました。しかしピアノをやめてなかった僕はコンクールにも出場していました。中学校3年生の夏、私は全国大会に出場することが決まり、夏休み猛烈に柔道を練習してました。しかしその夏にピアノのコンクールもあり、予選に通過しました。柔道部で毎日血の滲むようなトレーニングをしてました。ファイトー、やー、一本って毎日やってました。少しでも怪我をしないために、関節を固めるためにね、テーピングをぐるぐる巻いていました。わかりますよね。テーピングで固定すると捻挫とかしにくくなるんですね。そういうこともあって柔道中は常にテーピングを巻いてたんですね。コンクールがある日、午前中トレーニングでした。柔道のテーピングをぐる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 巻いてました。そのままコンクール会場に行き、巻かれた状態でコンクールで演奏しました。すると会場がざわざわ。ピアノを弾いてるのに、右腕にフォルテ君は白いテーピングをぐるぐる巻いてたんですね。そして地元ではものすごい噂になり、あいつの演奏やべえぞみたいな。僕はベートーベンを弾きました。すると美しい音がこのテーピングを巻かれた腕から出てきました。すると会場では、どんな練習をしたんだみたいな感じの反応になり、そしてコンクールは無事予選を通過することができました。地元の先生方からはね、どんな練習をお家でしてたのと噂になったのですが、中二病だった僕は、秘密ですみたいなことを言っちゃったんですね。するとフォルテ家はやばいみたいな感じで、どん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 噂が広まってしまいました。そして本戦、私は欠場しました。コンクールの当日にその連絡をしました。ギリギリまで迷ってたんです、出場するか。だけど僕は柔道の全国大会を取りました。本戦に出場するのではなく、柔道の全国大会の日程と被ってしまったので、夏休みだったので僕は柔道の全国大会に行きました。そして柔道、相手はめちゃくちゃ強すぎてすぐ投げられて負けちゃった。チン。一方コンクール会場では僕の枠が、演奏枠が取られてたので、フォルテ君の演奏ですって言われて、静かな空気が流れたそうです。その次の方の順番のタイムスケジュールが決まってるので、早めなかったそうなんですね。だから7分間フォルテ君ですって言われて、7分間僕がね、いないにもかかわらずね、会場ではその時間を過ごしたそうです。それでまた僕も伝説になったという中学生の時のお話でした。だけど皆さん、こんな経験ないでしょうか。ないわね。はい、続いて話していきたいのは大学生の時のメガネ事件です。僕はね、まあピアノを演奏してる時は普段コンタクトレンズだったんですけども、大学生の時の僕は人前で演奏する際にお金がなかったので、まあできるだけコンタクトを消費控えようと思っててね、メガネで演奏したんですね。やっぱその日はね、やっぱメガネで出場するとなんか普段と見え方違うんですね。で距離感もちょっとわからないんですよ、やっぱ本番でのなんかそのノリというか興奮してるのでね。で僕は学校の試験で人前で演奏を始めました。10の4番を弾いたんですね、メガネをかけて。だけどね、こうやって手を上げた時にメガネがこうやって当たってしまい、こんな状態で演奏を続けました。だけど試験だからね、みんな笑っちゃいけないから、うっ、うっみたいな感じなんですよ。でも僕は絶対に止まったらいけないって教えられてたのでね、この状態で試験を乗り切りました。で演奏が終わった瞬間に爆笑でした。こんな経験みんなある？僕はこんな経験ばっかしてるんだ。だからね、世の中のピアノをやってる人たちを、恥ずかしがるな、もっと恥ずかしい経験をしたやつがここにいるんだ。
だからね、音楽を楽しんでもらえると幸いですこんなやつが今こうやって生きてるんだよということですよ。こんな経験をしたことある方はぜひともグッド、そしてこんな経験をしたピアニストの演奏が聞きたい方はぜひともコンサート情報を概要欄コメント欄からチェックして会場で会えることを楽しみにしております。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。それではバイバイ。